皆さんこんにちは大阪市文化財協会の藤田と申しますそれでは画面の切り替えをお願いします、えー、今日は博物館資料の健康管理というテーマでお話をさせていただきます、えー、まず自己紹介として私が日頃どんな仕事をしているのかをお話をしたいと思います 私が所属している大阪市文化財協会というのは、えー、大阪市内の埋蔵文化財の発掘調査を担っている財団になりますで私自身は日頃ですね、えー、発掘現場で発掘調査をしているわけではなくてですねこの保存科学室という部屋で主に大阪市内で見つかった出土品を中心とした文化財の調査であったりとか あるいはこういった見つかったものを博物館や資料館で展示できるように保存処理や修復を行ったりあるいは保存処理方法の研究開発の仕事をしていますで私は今回の講演でですね唯一大阪市博物館機構の学芸員ではなくて大阪市文化財協会の学芸員になるわけなんですけれども これまで大阪市内の博物館や美術館の環境管理などの仕事にも携わってきた経験からですね、今回、このような機会を頂い,いて、お話をさせていただくことになりました。さて、えー、皆さんは、保存科学という言葉を聞いたことがございますでしょうか。えー、保存科学とはですね 文化財の調査や修理のために自然科学的手法を応用する研究分野のことです日本では古来から様々な技術や資料を使って貴重な文化財を受け継いできましたただ現在ではそういった伝統的な手法だけでは文化財を守りきれないといった現実もあります もちろん、まあ、我々は伝統的な手法を否定するわけではなくてですねいいところを取り入れながら現代科学の技術であったりとか現代の材料の長所を織り交ぜながら文化財を後世に伝えていくための仕事をしているのが保存科学の担当者になるかと思いますき今日はですね博物館資料の保存についてのお話をしていくわけなんですが 博物館や美術館の資料や作品をですね、まあ、我々人間の体であったりとか、健康体調といったものに置き換えてイメージしていただければ分かりやすいかなというふうに思います。で我々の仕事は博物館資料のコンディションを整える、つまり資料の体調を整えながらいい状態を維持して維持していくためのサポートをしています。 でいい状態をずっと維持できれば問題ないんですけれども当然体調が悪くなることもあります体調が悪くなれば治療が必要になりますどこが悪いのかしっかりと調べて次の治療につないでいかなければなりません問題を早めに見つけるためにもやはり定期的な健康診断というものは欠かせないことになるわけです まあこういった人間でいう、まあ、病気になった時の診断であったりとか治療、まあ、こういったまあ医療行為になるわけなんですけれども博物館資料に対しても同じような考え方で行っていることになりますですので、えー、まあ博物館の保存科学担当者というのは、まあ、博物館資料のお医者さん的な役割を果たしているというイメージを持っていただければいいかなというふうに思います。 今日私がお話しする内容は大きく2つのことになります。一つは博物館資料の健康状態を知るためにどのような機器どのような機械や手法を用いていわゆる健康診断を行っているのかもう一つは資料の健康を維持していくために博物館や美術館ではどのような考え方でどういう工夫をしているのかといったことをお話ししたいと思います。 私たちも1年に1回ぐらい定期的に健康診断をしますよね。そのように自分の体をチェックすることで悪いところがないかということを確認するまたもし悪いところが見つかれば早期治療へつなげることができるわけです。でまた体の具合が悪くなれば病院に行ってまずは診察を受けるわけですね。 お医者さんから問診を受けてどこが痛いとか、まあ、ここが具合が悪いんだということを、まあ、我々はそういったことを口で伝えることができるんですけれども博物館の資料は話をしてくれませんですのでこちらからいろんなアプローチをして健康状態を維持しているのかどうか具合が悪い場所がないのかといったことを、まあ、こういった健康診断を通じて見つけてあげる必要があるわけです。でその時に 健康診断の原則という話になりますが我々が基本としている考え方が3つほどあります。でまず1つ目がですね多角的な診断を行うということなんですが我々も健康診断に行けばですね例えば血液検査をしたりとか尿検査をしたりとかですね、まあ、そういったいろんな検査を受けると。 いうことがあるですねさまざまな方法手法を用いて診断をすることで情報を増やしていってクロスチェックをするとでどっか悪いところがないかっていうことを突き止めていくということが大事になるわけです。2つ目はこの非破壊で診断を行うということなんですが。 我々が扱っている博物館の資料というのは基本的には唯一無二のものでありますのでこういった貴重なものを傷つけるということは基本的にはしないということになっていますこういった非破壊で貴重な資料を診断検査をしていくということになります そして3つ目はですねこういった検査の結果ですねこれをちゃんと記録として残していくということになります。我々も病院で必ずお医者さんがですね我々の悪いところであったりとか検査結果っていうのをカルテというものに記録を残していっているかと思いますけれども文化財博物館資料の場合も同じでしてこういったものをちゃんと 文化財博物館資料用のカルテというものに残していくことでそれをちゃんと将来に引き継いでいくとそういうことが大事になってきます。このような考え方に基づいて実際の診断というものに入っていきます。でふだ我々が資料や作品に対して どのような機器であったり手法を用いて健康診断を行っているのか今日はその中でもです、ね、特に我々がよく使用しているものについてお話をしていきたいと思います。まずはやはり観察ですね目で見るということなんですけれどもまず目で見える部分というのを徹底的に見ていくということになります。 自分の目ですね肉眼で観察をするということなんですがそれでももっと細かいところを見たいなと思ったら虫眼鏡ですよねルーペを使って見ていくとそれでももっと細かいところを見ようと思うと今度は顕微鏡というものを使うわけですね。顕微鏡ででもっとと細かいいころまで見ていく さらに小さいところまで見ようと思ったらこの電子顕微鏡というものがあるんですがこういったものを使ってミクロの世界ままで観察ををしていいくとととううことを行うこ行もありますそれともう一つは外から見えない部分ですねこういった外から見えない構造であったりとか中の痛み具合を調べていくということも行います。 で主にですね金属製品であったりとか立体的な資料の内部の観察をしたい時に行っていくわけなんですが文化財の分野でも非常によく使うのがいわゆるレントゲンですね X 線というものを使った調査になりますえ皆さんも健康診断なのでこの胸の、ね、胸部のレントゲンを撮ったりとか。 ですね、あと、まあ、怪我をした時には骨の様子を見るために、えー、レントゲンを撮影されたことがある経験がおありの方もいらっしゃるかと思いますで文化財の分野でもこういった機械を使ってですね目で見えない部分を見ていくという調査を行っていますで具体的に、まあ、どんなことをしているのかというお話なんですけれども えー、まずは小さなところまで見ていくということですね、えー、肉眼で見てでさらに小さいところはルーペで見てでさらに詳しく見たいときにはこのように、えー、実体顕微鏡というものなんですがこういった顕微鏡を使って、えー、細かい部分ですね、えー、肉眼ではなかなか見づらい部分っていうのを調査をしていきますで顕微鏡の場合はですね、このようにして、えー、見る人が両目で、えー、資料を見ながら さらに、えー、両手で手を動かして作業することもできますのでこのようにして作業を行うこともあります。でよく使うのがこのマイクロスコープという機械なんですね。えー、こちらは大阪歴史博物館にあるマイクロスコープになるわけなんですけれども。 今ここにモニター上に資料が映し出されていますがこれがレンズになっていてここに資料台があってこの上に資料を載せてでそれをカメラでレンズで撮影をしてモニター上に映し出すということができる機械になっています。 でこちらの機械はだいたい3000倍ぐらいまでものを拡大してみることができまして非常に操作は簡単ですし撮りたい画像をボタンを押せばその画像をデジタルデータで保管をするということもできるようになっています。で顕微鏡ととと一番何が違ううのかということなんですけれども こういいったマイクロスコープを使いますとです、ね、顕微鏡の場合は1人の人が両目で覗いて見ることしかできないんですけれどもこういったマイクロスコープを使うとですね複数の人がモニター上で資料を観察することができるようになります。ですので、まあ、これが一番大きな違いかなというふうに思うんですけれどもでいろんな人がこのモニター上で資料の画像を見ながらあ 議論をしたりととかです、ね、検討をするといったことができるようになっていますでこちらは大阪歴史博物館にある闘争具の一つなんですけれども目抜き金具といってですね刀の手で握る柄の真ん中の部分に装着されたこの部分になりますけれどもこういった金具になります。 江戸時代以降ですねこういったものがまあ装飾性が非常に高くなっていっていろんな装飾がなされるようになっていくんですがこの資料をマイクロスコープを使って観察をしてみましたそうしますとこの資料をね拡大していくといろんなことが分かってきますで実際に先ほどの機械で撮影をしてみましたが だんだん大きく映し出されていくわけですがこうして花びらの模様の部分であったりとかこういう金色の部分はタガネで一個一個ですねこう打ち込んでいったような装飾の技法がよくわかるようになってきます。さらに 拡大していくとこのように黒い紐の部分の繊維の一つ一つが拡大して見えるようになってきます。こんな感じで,です、ね、資料を拡大してどこか悪いところはないのかあるいはこれまでよく分からなかった政策の技法であったりそういったことがこういった調査でわかるということができるようになっています。で最近ではです、ね、このように 自分のパソコンに USB ケーブルでつないでですね、資料を観察するといった非常にコンパクトなマイクロスコープも普通にネットショッピング等で買えるようなものが出てきています。で、こういったものを使うとですね、例えば持ち運びが非常に簡単にできますので、どっかに。 資料調査に行ったりとかです、ね、その現地でこういった資料の調査であったり健康診断というものが博物館の中だけではなくていろんなところに行ってすることができるということになります。続いてですね外から見えない構造や痛み具合を調べるということで先ほどレントゲンという話をしましたけれども。 この X 線透過画像撮影装置というものを使って、資料の健康診断を行っていくという方法についてお話をしていきたいと思います。でまず特徴なんですけれども、基本的に先ほど言ったように、こういった診断はです、ね、非破壊で行います。こちらも当然非破壊で行いますで、えー 今からお見せするのはうちの保存科学室にある機械になるわけなんですけれどもこれはですね医療用の撮像装置を改良したものになります。ですので普通に医療,の現場で医療の現場で使っているものをそのまま文化財用に改良したという機械になっています。でえー、皆さん、ね、あのレンントゲンってフィルム で出てくるものもご覧になったことがある方もいらっしゃるかと思いますけれどももちろんフィルムで撮影することもできるんですが今ではデジタルデータですねデジタル画像で撮影をしてそれを保存していくということができるようになっています。 でこちらはですね、まあ、パソコン上で,です、ね、画像処理というものが可能になってますので自分で明るさを調節したりとかですねコントラストを調節するといったことが画面上で簡単にできるという機械になっています。で実際の機械がこちらの機械になりますけれどもこれがうちのお部屋にある機械になるわけなんですが。 えー、この全体ですねこれが資料室でここに資料を入れて撮影をするということになります、えー、この資料室全体もうすべて鉛でできてまして一番、えー、放射線ですねレックス線を通しにくい材質で作られていますで、この機械ですねこの部分から X 線が下に向かって出てきてでその下には何が置かれているかというとこういうパネルが置かれているわけです これは、ね、皆さんあの病院とかでよく見るあの胸の X 線を撮ったりする時にこう胸を当てて、えー、撮るパネルがあるかと思いますが、まあ、あれと同じものだと思っていただければいいかと思います。でこの上に資料を置いてですね上から X 線を出してで画像を撮影するということになります。 で実際です、ね、われ我々が使っているものは、まあ、こういう錆だらけのものが非常に多いんですけれどもこれも大阪市内の発掘調査現場で見つかったものなんですが、まあ、こんな感じで、えー、見た目では何だかよくわからないものがたくさん出てきますけれどもまずこういったものをがどういったものであるのかということを知るために X 線、ねえー、で撮影をするわけです。 そうしますすと、まあ、こんんな感じでんで映るね、えー、見た目ではサビだらけでよくわからないものがです、ね、こんな感じでレントゲン撮影をしますとこういうふうにこれ着せるというタバコを吸うための道具になるわけですがこういったものがサビの塊の中に隠れているということでまずはこうやって触らずしてですね非破壊でこれが一体どういうものであるのかということを知ると。 になりま,すでまたですねこれも大阪市内で見つかった和同開賃という昔のお金なんですけれどもこれも見た目は非常にきれいなお金に見えるわけなんですがこれを X 線で画像を撮影してみてみますとどういうふうに見えるかというとこんな感じで見えるんですね。 えー、見た目では、えーまあ、この部分とかです、ねまあ、この辺りちょっと黒い、えー、ポツポツっとした穴が見えますけれどもそれ以外にもたくさんの場所に穴があるあるいはこの辺りは非常に薄くなってますけれども金属としては非常に底の部分が薄いのかなということがこういった画像を撮影することで中の傷み具合であったりとか中の構造ということを知るために知ることができると。 あと面白い資料で言いますとこちらからくり人形というものなんですがこちらは大阪歴史博物館にあるものなんですけれども皆さんこれからくり人形ってどういったものかご存知でしょうか あの江戸時代によく作られた人形になるんですが、えー、まあこちらの人形も多分そうだと思うんですけれども手にお盆を乗せてですねそこにお茶を乗せるとお客さんのいる方向にテクテクと歩いていってでお客さんがそのお茶を取り上げると反対を向いてまた戻っていくというようなそういったからくり人形と言われるものがよく作られたそうです。 これもおそらくその一つになるかと思うんですがこちらも実は動かなくなってしまったということでどこが悪いんだろうかということでこちらもまずレントゲン撮影ですね X 線で画像を撮影して中を観察をしてみましたそうするとこういう画像が得られるわけなんですけれどもこの画像を見るとですねいろんなことが分かってくるんですが まず結論から言いますとちょっと見づらいですけれどもここに歯車があるんですけれどもこの歯車がどうも割れてしまっているようでおそらくそれが原因で動かなくなってしまったのかなということが分かるかと思います。で、まあ、重要なのはですねこの画像からどんなことが分かるのかっていうのを読み取っていくということが大事になるかと思います。 で我々もです、ね、病院に行って自分のレントゲン写真を撮ってもらってです、ね、それをまあお医者さんが見てどこか悪いところがないかというのをその画像からいろいろ観察をして調べていくということになるかと思いますがこういった博物館資料の場合も同じで,です、ね、この画像からどういったことが分かるのかということをいろんな情報を読み取っていくということが大事になります。例えば、この白奥 写っている部分っていうのは X 線が通りにくい通しにくい材質でできているなということがわかるかと思います黒い部分というのは X 線がもう通り抜けていってしまっている部分ですので白く写っていればいるほど X 線が通りにくい材質なんだろうなということがわかりますおそらくこういった白く写っているところというのは 金属ですね、そういったものでできているんだろうなということがわかるわけですね。例えばこの手の部分であったりとか、この横に刺さっているのはおそらく釘になるかと思いますが、こういったものが白く写っています。で、うっすら縦にこう白く線が入っているのが見えるかと思いますけれども、これはおそらく、えー、まあ、左の写真見ていただくと分かりますが、着物を着ているので何かこうバンガサみたいな、 ものですよね竹ひごみたいなものの上に着物がバサッとかぶせられているということがあこの写真からわかるかと思います。で一番、えー、面白いのはこの目ですよね目ん玉のところが一番あ、まあ、白く写っているかと思いますがこれなんでこんなに白く写っているんだろうかということなんですけれどもおそらく何かガラス状のものが目には入っているんだろうなということは想像がつくんですが。 これだけ X 線の画像で真っ白く写っているということは先ほど X 線を撮る資料室は鉛でできてますよということを言いましたけれども鉛というのが一番 X 線を通しにくい材質になるわけなんですがおそらくこの目がこんだけ白く写っているということはこのガラスというのが鉛でできた鉛ガラスなんではないかと。 いうようよなことまでこの画像1枚から推測をするることがででできるわけですですのでこういった画像を撮影することで実際に資料がどういうふうにできているのかその構造であったりとかあるいはどこか傷んでいるところを手を触れることなく調べていくことができるというのがこういったものになります。で最近ではです、ね、この 屈 CT スキャナーというものを使って博物館資料なんかもですね健康診断を行うということがよく行われるようになってきましたでこちらは先ほどのレントゲンと何が違うのかというと一番違うのは資料を立体的に 3D で表示できるというところが一番の特徴かと思います。 でさらに言うとこの CT スキャンというのはです、ねえー、皆さんもご自分で撮影されたりとかです、ね、テレビなんかでご覧になったこともあるかと思いますが人間の体もです、ね、輪切りにされてその断面構造ですね頭とか胴体とかですねそういった断面で見るということができますので文化祭の場合も同じように好きなところで輪切りにして中の状態を観察することができるというようなことができます。 で実際にこちらも大阪市内での古墳から見つかった鉄属というものなんですが矢尻ですねそれがこう束状になって見つかったものなんですけれども見つかった当時にレントゲン撮影をした画像が右側の画像になります。 でこのようにしてですねレントゲンで撮りますとやはりどうしても画像としては2次元のこのった平べったい画像があまあ撮影できる、まあ、こういった画像になってしまいますのでなかなかこの立体的なものですねこういう厚みのあるものっていうのはもう例えばこの鉄属ですとこれが一体何本の束になっているのかっていうのがなかなか分かりづらいということがあったわけなんですけれどもこれを実際にじゃあ X1000CT スキャナーで撮影をしてみるると、まあ、こういういうに見えるんですね資料そのものが立体的に3次元の画像で得られるということもできますしこのようにして好きなところで輪切りにして実際にこの鉄属の束が何本あるのかっていうのももう一目で分かると。 このようにしてです、ね、CT スキャンなんかで観察をしますと今までよくわからなかった部分も非常によくわかるということで最近では仏像の調査であったりとかあるいはエジプトのミイラなんかもこういった CT スキャンを使って調査を積極的に行うということが行われているようです。 このようにしてです、ね、定期的に資料をくまなく観察したりとかあるいはレントゲン撮影をして内部を確認するということで見た目ではわからない内部構造を把握できるあるいは健康状態を維持できているのかどうかまたもし病気になっているのであればそういった病気の早期発見につなげていくということができるようになるわけです。 さてここまでで博物館資料に対してどのような健康診断を行っているのかというお話をしてきました。でここからはですね、博物館や美術館の展示室において、えー、皆さんに資料であったり作品を良好な状態で見ていただくためにどのような考え方でどんな工夫をしているのかということをお話をしていきたいと思います。 博物館や美術館で展示されている資料あるいは作品こういったものを傷めてしまういわば健康を害してしまう要因というものには様々なものがあります大きくはこの4つになってくるかと思うんですけれどもまずは温度とか湿度ですね、えー、まあ温度の変化をもたらすものはまあ熱というものがあるわけなんですが あとは湿度ですねこの湿度の変化をもたらすものには水分であったり空気中にある水蒸気であったりこういったものが資料の健康を害する要因になってくると。で次は光ですねこれは自然光や人工の光があるわけなんですけれども自然光というのはお日様の光ですね太陽光であったり人工の光というのは博物館でいうと照明 の光ということになるかと思いますがこういった光が資料に及ぼす影響というものがあるかと思いますあとは空気ですね大気汚染室内汚染と書いてますけれども大気汚染というのは外気ですよね博物館の外の空気が汚れているそれが中に入ってきてしまうと いうようなことであったり、室内汚染というのは室内にある博物館の中にある物質から有害なガスが出ていたりしますと、こういったものが博物館の資料を傷めていってしまう原因になるということになりますので、こういったものも傷める原因になるということになります。あとは生物ですね。これはもう小動物、ネズミとかそういったものであったりとか、あるいは微生物というのはカビ。 が主な原因になりますが、こういったものが資料に悪い影響を与えてしまうというものとして挙げられるかと思います。で、今日はですね、この中でも温度と湿度、そして光の影響とこの二つについてお話をしていこうと思います。で、まず温度というものについてなんですが。 化学反応というのはですね、温度が高ければ高いほど早く進行するという特徴があります。で、それはあ同時にですね、劣化ですね、資料が傷んでいくということも早く進んでいくということを意味しています。ですので、できればより低い温度で博物館でも展示をするあるいは資料を保管するということが好ましいわけなんですけれども。 さすがに冷蔵庫のような環境で皆さんに資料を見ていただくということはできませんのでだいたい人が快適と感じる20度くらいですね博物館ではこういった20度というのを一つの目安として温度の設定をしているということになるかと思います。だいたいこの温度帯で資料を置いておけばまず資料に健康被害が出ることは少ないというふうに言われています。 温度と湿度が急激に変化するあるいはです、ね、短時間のうちに変化を繰り返すそういったことがもし起こってしまうとです、ね、資料にととっっててはかななりの負担となってしまいまいす例えば私たちの体も夏場ですね暑い外とエアコンの効いた室内ですねこれを出たり入ったりすれば当然体温の調節がうまくいかないという時がありますよね。でまた今のこの冬ののこ冬時期のように 昨日まで寒かったのに突然今日は気温が上がって暖かくなったりしてきますと体調の管理というものが非常に難しくなってくるということがあるかと思いますで博物館資料も同じでして目には見えないんですけれどもこの温度と湿度の変化というのはかなりの負担を与えてしまうということになりますですのでできるだけ安定した温湿度環境に置いてあげるということが大切になります ただし資料の材質に応じて理想的な環境が違ってくるんですね温度はまあ人間が快適と感じる20度くらいというふうに先ほど申しましたけれども重要なのはこの湿度の条件ということになりますで通常まあ我々の生活の中で使っているこの湿度というのは相対湿度のことを指しています 相対湿度というのは何かといいますと今この空気中にどれぐらいの水分が含まれていますかという割合を示していますので何パーセントという言い方をまあ天気予報なんかでもしているかと思いますけれどもそういった相対湿度というものを一つの基準として文化財の分野博物館資料の分野でも使っているということになります。 でえーまあ、それぞれの材質に応じて、えー、この理想的な湿度の条件というのは変わってくるということなんですが例えばあ金属製品でしたらあ水分が多い場所に置いてしまうとどうなるかというと当然錆びてくるということが起こってしまいます。ですので、えー、金属でできたものっていうのはなるべく乾燥した環境に置くのが好ましいということになります。で逆に 紙であったりとか漆、まあ、こういった有機質のものはです、ね、乾燥に非常に弱いという,ものいう特徴がありますのでこういったものはなるべくそれぞれに適した湿度環境に置いてあげるということが大事になってきます。で博物館にはですねこのような特別収蔵庫と呼ばれる資料を保管している場所があります。 もしですね、まあ、保存だけを考えるのであればこういった特別収蔵庫にずっと保管をしておけばいいわけですね特別収蔵庫っていうのは24時間空調が効いていて安定した温室度環境が保たれているわけですしかし、まあ、こういった場所に入れておいたら当然展示はできなくなりますですので、まあ、展示すなわち皆さんに見ていただける環境で資料に負担を与えない状態を作り出すと。 いいううこことととがまあ求められてくるということになりますではまあ展示室という場所で安定した温室環境を作り出すために今どんな取り組みをしているんですかということなんですが、えー、皆さんは博物館の展示室とか展示ケースでこういった機会を目にされたことはありますでしょうか おそらく博物館とか美術館行くと至るところにこういった機械が置かれているので、えー、まあ何してるのかなというふうに不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれません実はこれは温度と湿度を測定している機械になるんですね左はまデータロガーという機械になってこれは温度と湿度のセンサーがあってそれで温度湿度を測定してそのデータを記録している機械になります で右は毛髪式の温湿度記録計といいましてこれは人間の髪の毛っていうのは非常に湿度に敏感なんですね湿度が高くなってくると伸びていくで乾いてくると縮んでいくという性質があるのでその性質を利用して博物館の展示室あるいは展示ケースの中の温度と湿度を計測していくと、まあ、こういう機械になっています。でこのような機械を使って で資料が置かれている温室の環境であったりですね、そういったものを測定して記録を取っていくということが不可欠になってきます。で、先ほどの機械で得られたデータをグラフにしたものなんですが、これはある展示ケース内と展示室内の温室の環境を測定したものになります、えー。上ですね、上側に出ているのが湿度、下に出ているのが温度になりますが。 こちらはあ太い線が展示室内ですね、えー、細い線が展示ケースの中になりますけれども、えー、見ていただくと太い線よりも細い線の方がこの触れている幅が小さく抑えられているということが分かるかと思います。ですので、えー、展示室内よりも展示ケースの中が非常に安定しているということが分かるかと思いますが、まあ、このようにして、えー 記録したデータからですね、現状がどうなっているのか、ケース内に展示されている資料にとって理想的な環境になっているんですかっていうことを見極めて評価をしていくということが重要になってきます。で実際に展示室内にあるですね、展示ケースの工夫についてお話をしていこうと思います。展示ケース内ではですね、それぞれの材質に応じた 環境を用意しなないいないいいとけけけわんですけれども単独で展示できるケースの場合はそのケース内を展示している資料の材質に合わせて調節をしていけばいいわけなんですがただまあ大きなケースになればたくさんの資料が並びますのでなるべく同じケース内には同じ質の環境においても問題のないものを集めるようにするという工夫が必要になってきます。 例えば先ほど言ったような金属製品と紙とか漆のものを同じケースで展示するっていうことはなかなか難しくなってくるなということになるかと思います。で実際にまあ博物館ではあ今見ていただいているようなこのケースですね、えー、こちら左側の写真のものがエアタイトケースというものになってまして非常に機密性の高いケースになっています。 こういったケースで展示しますとまず外気の影響が受けにくくなるということとさらにはこのようなケースの端の方にはです、ね、こういうスリットが入ってまして実はこの下に調湿剤という湿度を調節する材料が入っているんですね。 で実際にこういったケース内の湿度の環境を調節するためにはいろいろな方法があるんですけれどもよくは行われているのはこういった調湿剤というものを使うということになります。 でよくお菓子の袋なんかにです、ね、小さいまた小袋が入っていて、えー、シリカゲルとか乾燥剤っていうふうに書いてあるものが入ってると思いますがあれはまあ乾燥剤ですのでただ水分を吸ってくれるというものになるんですけれども調湿剤といううののはまた違うものになるんですね。これはどういうものかと言いますと湿度を一定にまあ保つのではなくって周囲のまあ湿度環境が急激に変化した場合ですねそれをまあ和らげるためのものであると。 いうことになるわけです分かりやすく言うとですねもし周りの湿度が上がってくれば湿気を吸い取ってくれるでもし逆に乾燥してくると湿気を吐き出してくれるという、まあ、こういったものになりますですので、えー、ケース内の環境が急激に変化しないように、まあ、緩和をしてくれる、まあ、こういう作用があるわけなんですね。 で実際によく使われているのはこういうビーズタイプのものであったりとかシートタイプのものあるいはこういうカセットタイプのものもあるんですけれどもこういったものを、まあ、なるべく資料の近くに置いてで資料の周りの環境が急激に変化しないように調節をしていくと、まあ、こういった工夫を博物館では行っています。で次に光の問題なんですけれども、 えまあ実は博物館とか美術館で一番多い苦情っていうのはこの暗くていいというものなんですね、えー、皆さんも博物館に行ってまあ一度は展示室が何か暗いなということを感じた経験が終わりになるかと思います。でこれはですね別に皆さんに嫌がらせをしているわけではなくてですねちゃんと理由があって暗い環境にしているわけです。でそれはまあなぜかということなんですが。 えー、このとあるお土産屋さんの写真を見ていただきたいんですけれども、えー、ここにのれんが下がってますがこの表側ののれんと、まあ、外側、えーまあ、内側の,こののれんの色の違いを見ていただきたいんですが表側はですね当然常に太陽の光を浴びているわけですで裏側は浴びてないとそうしますともともとは多分この色だったと思うんですが 光を浴びることによってですねこの外側に向いているこの面というのはどん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 色が変わっていってしまってこんなにも色あせていってしまっているとつまり光の影響によってこののれんは退色ですね色をあせていってしまっているということになっているわけです。でですので これが博物館で展示されている資料に当てはめて考えてみますと当然光が当たることでですね少しずつではありますが傷んでいってしまっているということがお分かりいただけるかと思います。で実際に博物館の資料の健康を害する光にはどんなものがあるかということなんですが主には紫外線とか赤外線というものが悪い影響を与えます。 まず紫外線なんですけれどもこれは例えば色のついている資料なんかですねこういったものの化学結合を切断をしていってしまいますで赤外線というのは熱を出しますので資料の表面とかあるいはその周辺の温度変化を招いてしまいますですのでまあこういった光をできる限り減らすあるいは除去していくということが大事になっていきます でえーまあ、先ほどのれんの写真も見ていただきましたけれどもおこういった光による劣化っていうのは、ね、ゆっくりゆっくり進んでいくので毎日見ていてもなかなか分かりにくいものなんですね。で実際にこれ、えー、今お見せしているのが博物館で展示していた、まあ、お茶道具になるわけなんですが右側のふくの上に資料が乗っかっていてでずっと博物館で展示していたんですけれどもお見ていただくと分かると思いますがこのようにして色が変わってしまっています。 つまりこの房の色は変わっているということは当然このお茶道具にもですね分かりにくいんですけれどもダメージが与えられているということを、ね、傷んでいくスピードは当然違うんですけれどもダメージは必ず受けているということがお分かかりいいただけるかと思いますで実際にです、ね、光の影響で傷んでしまったものっていうのは元には戻らないんですね。 例えば1ヶ月間資料を展示しましまたでそれを収蔵庫に戻しましまたそうすると1ヶ月間光を浴びたその影響っていうのはリセットされるのかといいますとそうでではないんですね実はこの光の影響によるダメージというのはあまあ展示されて光を浴びるためにどん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 積算されていきますので、えー、こういった光の照明、えー、管理というものは非常に大事になってくるということになります。 では博物館の展示室においてはどういうふうにして照明を管理して光を減らしていくのか余計な光を除去していくのかということになってくるんですが、えー、まあこれはですね材質によってまあ年間どれぐらいの光を浴びて大丈夫ですよっていう共用範囲というものが目安として示されています。まあ、日本ででああれば照明学会であったりとか 世界的にはこのアイコムという国際博物館会議という機関があるんですが、まあ紙であればこれぐらいとか、敏感でない光に敏感でないものはこれぐらいというようなまあ指針が出されていまして、この値を目標値として展示室においては照明の管理をしているということになります。資料にあたる光の量であったりとか時間ですね。あとはまあ使用する照明器具、展示手法、こういったものを工夫して。 資料の負担にならないようにしているということになりますで実際にこの光の影響というのはあ資料にあたる光の量と当たる時間で積算されていきますので、えー、光の量を減らすということあるいは時間を短くするということでその許容範囲内に収まるようにしないといけないんですねでよく特別展なんかで紙の資料とか有機質の資料なんかは まあそういう光の影響を受けやすい資料というのは展示期間が限定されているものがあるかと思いますそれはこの光が当たる許容範囲を超えないようにするために展示期間を限定して光の当たる時間をなるべく少なくするという工夫であるわけですあとは照明器具とか展示手法の工夫になってくるんですけれども光の量を減らそうと思えば部屋を暗くせざるを得ない わけなんですけれども、まあ、暗くても見やすくするという工夫が必要になってきます。で、私たちは物を見る場合ですね、お日様の光の下で見える見え方っていうのが一番理想的なあ色調というふうに言われています。右側の写真はですね、ヨーロッパの博物館の展示室なんですが、えー、まあ窓から自然光が差し込んできて明るい環境で、えー、展示資料を見ることができるところもあるんですけれども、まあでも。 日本のののの博物館展示室っていううは左の写真のようにですね、まあ、やっぱり暗いいイメージがあるかと思いますですでので、まあ、こういった暗い中で自然光と同じように見る環境を作り出すというためにはですねやはり照明器具を工夫するしかないわけです。これまでどういう照明が博物館では使われてきたのかということなんですが今まででしたら白熱電球であったりとか、まあ、蛍光灯と。 いうものがよく使われてきたんですがこちらは熱を出したりとかあるいは紫外線を出すといったデメリットがやはりあったんですねで最近やはりこの led というものが主流になってきていますでこちらは紫外線とか赤外線を出さない、えー、まあ、出していても非常に少ないと いうメリットであったり非常にやっぱり寿命,寿命が長いというメリットもありますので今博物館とか美術館ではこの LED に照明を変えていくというところかと思うんですけれども実際にはですねこの LED もやはり長期的にはどういう影響が出てくるのかっていうのは、まあ、今研究は進行中でして経過を観察をしていくという必要もあろうかと思います。 さて最後にですね照明器具とか展示手法の工夫ということでご紹介したい美術館があるんですがこちらはですね大阪にある藤田美術館という美術館なんですけれども2022年の4月にリニューアルオープンされた美術館になるんですが私も先日行ってきたんですけれども最新の照明器具であったりとか展示ケース工夫された照明であったり展示方法が採用されてまして 人にも資料にも優しい展示を実現されている美術館であるなということを実感をしましたで。こちらは展示室の様子なんですが、入った感じは確かに暗いんですけれども、資料を見ていて全く不快な感覚を覚えることはなかったです。非常に見やすくなってまして、おそらく照明は LED を使っているかと思うんですが、ケースの上から効果的に照らされていると。 言ったことであるとかあるいはこのように展示ケースの中に小さな照明があってスポット的に照らされることで細かい部分まで見ることが可能になっていますで一番驚いたのはですね、先ほどの展示ケースもそうなんですけれどもこの展示ケースに使用されているガラスなんですね非常に透明度の高いガラスが使われていまして まあ作品に見入ってしまうとですねガラスがあることをこう忘れてしまうぐらいの透明度になってます。で、えー、さらにですねこの光を反射しにくいガラスでもあるようでして天井からの光がまあ効果的に資料を照らしてくれてますので、まあ、私なんかはもう本当に近づきすぎて何回かこう顔をぶつけそうになったんですけれども、まあ、このようにしてですね、まあたとえ 暗い展示室内であってもです、ね、最新の技術で作られた照明であったりとかガラスというものを使用することで資料に負担を与えることなくですねで見る人にとっても不快感を与えることなく、まあ、そういった展示空間を実現することが可能になるんじゃないかなというふうに思います。 今日はですね、博物館資料の健康管理というテーマでお話をしてきました。内容的にはですね、普段お見せすることのない裏方の仕事の話をしてきたわけなんですけれども、いかがだったでしょうか。あの今後ですね、今お示ししているスケジュールのように、大阪市内の博物館とか美術館などではですね、興味深い展覧会がたくさん開催されるかと思います。で展覧会はですね当然 資料であったり作品そのものを楽しんでいただくということはもちろんなんですけれども今日の私のお話を聞いていただいてですね博物館などの展示室であったりとか展示ケースではまあどのような工夫がなされているのか資料の健康状態を維持するためにはどのような取り組みがなされているのかそういった視点で展示を見ていただくとまた違った楽しみ方ができるんじゃないかなというふうに思います。 以上で私の今日のお話を終わりにしたいと思います。<coughs> えー、っとそれではですね質問が来ていますのでお答えをしていこうと思います。非、えー、破壊検査装置や医療用の撮影装置はとても高価なイメージがあります。博物館や文化財協会で購入できるのでしょうかと。 と <laughs> いうことなんですが、あのーまあ、購入したのはずいぶん前なんですけれども例えば文化財協会にある、えー、レントゲンの装置なんかはですね、えー、非常にもう20年以上前に購入したものなんですがすべ、あのー、て、えー、自分のお金で買ったわけではなくてですね、えー、あの当時のお年玉の助成金であったりとかそういった国の助成金をいただいて購入をしていくと。 ということをししてきました確かに非常に高いものなのでなかなか簡単には買えるものではありません。で、えー、デジタル化された資料をネット上で公開することはできないのでしょうかということなんですが、えー、こちらはですね、えー、まあ今 ですね、デジタル化してデジタルアーカイブされたものを公開していくということ、まあ、国立の博物館なんかではよくなされているようなんですが、今後、こういった取り組みも積極的にされてくる、まあ、時代になってくるのかなというふうには思いますけれども、現状でどこまでできているかと言いますとなかなか難しい問題ですので、今後、こういったこともできるようになってくるんではないかなというふうに思います。 えっとあとは1日に何点ぐらい診断できるのでしょうかということなんですがおそらくこちらはレントゲンの撮影のことですかね、えー、を指されているのかなというふうに思いますけれども。あのー 撮影自体はほんの数秒で終わりますですのであとはどういう角度で撮影するのかとかですねそういった資料の設置であったりとかそれをデータとして保存する時間が含まれますのでまあ一概に1点何分ということは言えないんですけれども多い時には100点200点1日で えー、レントゲン撮影することもありますし、えー、まあそれぐらいのスピードで撮影することができます。あとはですね、レントゲンをはじめさまざまな機械や薬品を扱うのに資格などを取得されるのでしょうかということなんですが、えー、っと例えばレントゲン撮影ですね、えー、もちろんあの放射線、えー、屈線を使いますので資格があ一応国家資格がありますありますけれども。 えー、機械のお使用によって 資格が必要になるかどうかということがありまして先ほどお見せした私の所属している部屋にあるあの機械はですね人が入れない構造になっているので基本的に部屋の中に人が入れない構造になっているものについては資格は必要ないということになっていますが CT 装置とかですね大きな機械になると当然こういった放射線を扱うための資格というものが必要になりますしあと 保存処理とか修復になりますといろんな有機溶剤であったりとか薬品を使いますので危険物取扱者であったりとか有機溶剤の作業主任者といったような資格が必要になるということもあります。 えー、あと非,か非破壊での保存、とても興味深いですとお、藤田さんが手掛けた異物で心に残る資料はありますでしょうかということなんですが、あのー、これまでまあいろんな、あまあ、私は特に保存処理とか修復という仕事をしてますので、えー、金属製品なんかは必ず、レンドゲン撮影をするんですけれども、やはり、えー、今まで考、え、古、ー、学の専門の方であったり、歴史の専門の方が、 目でで見ていていもかからななったような情報ですね例えばあ先ほどキセルの写真をお見せしましたがああいうふうにサビだらけのものの中に全然予想もしていなかったものがあったりとかですねあるいは、えー、想像もつかなかった模様が刻まれていたり象、ね、眼というものがありますけれどもそういったものが見つかった時には非常に、えー まあ興奮した記憶がありますので、そういったものは非常にあの心に残る資料であるかなというふうに思います。と最後になりますかね？適切な環境で資料を保存するために、場所やコストなど様々な制約があると思うのですが、今後はどうなっていくのでしょうか？ということなんですが、えー、これはですね。先日も新聞報道なんかでもあったんですが、今は博物館とか美術館を取り巻くこの。 特ににに予算的ななもののいいいうのは非常に厳しい時代になってきてきますですので、えー、当然資料をいい状態で残していこうと思えばお金がかかります。あの電気代であったりとかですねそういった材料を購入するためには当然お金がかかるんですけれどもそういった制約がある中でやはりどうやったらまあ我々はそういった資料を後世に伝えていくことができるのかと。 いうようなことで今日お話ししたような工夫をそれぞれの官が自分たちが持っている設備であったりとか予算の中で工夫をしながらやっていくということが今後もおそらくもっと求められてくるのかなというふうに思いますので特にお金の面ではです、ね、お金がないという中でじゃどうやって工夫をして資料を守るためにやっていくんだと。 いうことが必要になってくるのかなというふうに私自身は思っています。はい、以上で質問は以上かと思いますので、私の講演はこれで終わりにしたいと思います。今日はありがとうございました。